市民アンケートを取っていただいておりまして、これを見ますとね、再整備の際の跡地利用に求めるものとして、民間主体の経営、官民共同経営という答えを合わせると 75% に上っています。今回の諮問では、PFI、PPP は除いて考えるということでしたが、やはり民意は PFI、PPP をきちんと活用せよということだと思いますが、この点についてのご見解を賜りたいと思います。議員のおっしゃられるとおり、市民アンケートの結果の中では、そういった民間活力を導入しろというような意見もかなりございます。当然、まちづくり構想、また敷地のですね、活用策を出るにあたっては、やはりサウンディング調査的なものも必要な場合も出てくるかもしれません。ですからそういったことを十分検討の上で活用についてまた考えていきたいと思っております。しっかりご検討いただきたいと思います。